バジルビラークは、チェコスロバキアの政治家。スロバキア共産党、第一初期。1968年の、プラハの春で改革に反対し、ソ連の介入を要請した。ハンガリー王国シャリ試験、スビドニーク軍クライナービストラー、村生まれのルシン人。入党前は、洋服の仕立て職人だった。 1955年から1968年まで、及び1969年から1971年まで、スロバキア共産党中央委員会委員で、1954年から1989年まで、チェコスロバキア共産党中央委員会委員を歴任した。この間、1962年から1968年まで、同等初期を務め、 1968年1月、チェコスロバキア共産党第一初期に選出されたアレクサンジェル・ドゥプチェクの公認として、スロバキア共産党第一初期に就任し、同年4月から1988年12月まで、チェコスロバキア共産党幹部会メンバーも務めた。1960年から、チェコスロバキア国民議会議員、1969年から、 連邦議会議員を務めた。1968年のプラハの春では、改革に懸念を抱く保守派に属し、ワルシャワ条約機構軍が8月に行った、チェコスロバキアへの軍事介入を要請する書簡に、署名した一人で、その後の正常化路線を積極的に進め、署名者の一人と呼ばれた。軍事介入後の1968年11月、 チェコスロバキア共産党中央委員会初期となり、共産党政権崩壊時まで国の外交政策とイデオロギー政策に影響力を行使した。1989年のビロード革命に伴う政権崩壊で同年12月にチェコスロバキア共産党及びスロバキア共産党を除名され、政界を追放された。当時スロバキア共産党の若手政治家だった。 ヨゼフシェウツが持つ、ブラチスラバ旧市街口村ビナ通りの別邸に身を寄せ、2014年に没するまで同所で生活していた。これまでに共産党政権時代の行為について有罪判決を受けたことはない。2011年1月にスロバキア政府の特別検察官は、ビリアークの処罰に重要な証言を行う予定だったチェコ国内の証人の出廷が不可能になったとして、 裁判の中止を決めた。キーラン・ウィリアムズ、ザ・プラハ・スプリング・アンド・イッツ・アフターマス、チェカス・ローバック・ポリティックス1968から1970、ケンブリッジ・ユニバーシティ・プレス1997、ありがとうございます。